昭和23年共栄商業に入学し15歳で野球を始めた金田。家族の暮らしを支えるためプロ野球の世界に飛び込んだ。プロ2年目のキャンプでの投球練習、徹底したプロ意識を持っていた金田は、金のために野球をやるのだと言ってはばからなかった。